こんにちは。7L4WVU です。今回は、初心者向きのラジオや無線機の基本技術の周波数変換を実験しながら理解する動画です。最初に、周波数変換、ミキサーとも呼ばれますが、その基本動作の説明、そして、簡単な製作と測定をしてみます。最後に、144MHz のアマチュア無線機に、この超簡単ミキサーを使って、どのくらい聞こえるか試してみましょう。まず、周波数変換とは何でしょうか。高周波信号では、素子の性能により、高い周波数では、安定で高い利得で増幅するのが難しくなります。そのため、受信機などでは、実際の周波数を、周波数変換機で低い周波数に変換して増幅したり、研波するようになっています。実際には、ダイオードやトランジスタなどの非線形素子を使った、乗算回路で、この動作を実現できます。難しい計算式は、ここでは述べませんが、受信信号と、局部発信機からの信号を、周波数変換機に入力するとこの式のように変換されます。周波数変換機の出力を、実際に、スペクトラムアナライザーで観察したものを示します。まず、入力信号を左の青色の吹き出しの 14MHz、局部発信信号を緑の吹き出し部分の 130MHz とすると、130MHz のプラスマイナス 14MHz のところに信号が見えます。赤色の吹き出し部分になります。つまり、14MHz の信号が 144MHz に変換されていますので、144MHz の受信機があれば 14MHz の信号が聞けるということになります。周波数変換機は、多くの回路があります。スライドで、一般的なものを示します。左上は、ダイオードを使ったバランス型で、入力信号や局部発信信号が出力側に極力でないような回路です。電源は、不要で、特性も良いのですが、変換利得がマイナス 6dB 程度とレベルが下がります。左下は、半導体を用いた簡単な回路です。IF 出力に同調回路を使って、目的信号のみを出力できれば、変換利得も少しあるものも作れます。右に示すのは、半導体を使ったバランス型の IC で、アイソレーションや利得面では、メリットがあります。汎用 IC としては、SA612 とかが有名です。今回の実験に使うのは、極力簡単に製作ができないか考えてみたものです。外部に局部発信機は、別に必要となりますが、周波数変換機は、ダイオード1本とコンデンサー1個しか、使っていません。雑誌とかの記事を見ても、こういうのは見たことがないので、一番簡単な、回路ではないかと思います。局部発信は、信号発生機をお持ちの方は、利用してすぐ実験できるでしょう。今回は、自分が頒布している、TE2101 アンテナアナライザーの信号を使って実験してみますが、格安、スペアナノ、タイニー SA なども使うことができます。入力信号を別の信号発生機を使って、14MHz の 35dBm の信号を入れたときに、出力を、スペクトラムアナライザーで見たものを右下の図に示します。変換された信号のレベルは、18dB ほど低下していることがわかります。つまり、この周波数変換機を使って 14MHz の受信をした場合は、この分、レベルが下がるということになります。18dB というと、ちょっとしたアテネーターが入った感じですが、短波帯では、十分聞こえるレベルです。次に動画で、この時に入力信号のレベルを変えるとどうなるかを動画で見てみましょう。各装置の接続です。この TS700 は、ヤフオクで1000円で購入したものです。今はそんなに出ていませんが、数年前に大量に出品されていて、誰も応札しない状態が続いていました。昔だったら、分解してギアダイヤルや水晶フィルターだけでも、1万円くらいで売れたと思います。この無線機は、SSB の他に AM や FM も出れるので、様々な受信が楽しめそうです。それでは、アマチュア無線、海外放送、そしてエアバンドまで
どのくらい聞こえるか試してみましょう。ないと、いくら取材しても、その情報を送る手段がない。ということがね。変わりますね。ついても、ちょっといろいろ、後ほどフロントラインセッションで伺っていきたいと思います。はい、では、ニュース振り返っていきましょう。政策により民間企業の活力が有効に引き出されています。税収データによりますと、お伝えします。クレジットカードキャッシングの過払い金、もう時効で取り戻せないと思っていませんか？実は時効でも返金してくれるカード会社が何社かあるんです。あなたの。動画はいかがだったでしょうか。アンテナが簡単なものだったので、感度は低めでしたが、十分聞こえていました。今では、安く、高帯域受信機が買えますが、手持ちで使っていないトランシーバーなどを活用して試してみればいかがでしょうか。受信機は、144MHz でなくても構いません。CB トランシーバーで海外放送を聞いたり、HF トランシーバーで VHF を受信することもできます。それでは、今回はこの辺で。動画のご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、自分で作った無線関連装置や実験について動画を配信しております。少しでも、無線の自作に興味を持っていただける方が増えれば嬉しいです。また、コメントやチャンネル登録もお待ちしております。